はい、今日もアルバムのレコーディングでした。今回撮ったのはマイトワイライトという楽曲なんですけども、私がすごくびっくりしたのが、最初のイントロはこう今風な感じなんですけど、 A メロに入った瞬間からすごく懐かしいなっていう風なこうメロディーになって、こう印象がどんどん変わる、イメージの曲だなというのがすごく面白かったです。こう歌ってみて、歌詞とかもあのトワイライトという、こう文字がいっぱい出てくるんですけども、そこのこうサビの部分もこう皆さんにこうすぐ覚えていただけるんじゃないかなっていうふうに思うので、トワイライトという、こうフレーズをすごく大事に歌わせていただきました。またですね、トワイライトが3回続くんですけど、トワイライトばっかりの話になっちゃう3回続くんですけど、1個目はトワイライトみたいな、で2個目もトワイライトみたいな、3個目はトワイライトって歌うっていう表現がとてもあのこうなんだろう、楽しくもあり、あのそのトがすごく大事なんだなっていうのも、そこでこうトが入ることによって次のこうフレーズに行くことができるんだなっていうのもあのやっていて、あ、こうやって歌うんだなっていうのも確認取りながら楽しくレコーディングさせていただいたので、ぜひトワイライトの部分を聞いていただけたら嬉しいです。はい、では次回の、アルバムのレコーディングも頑張ります。バイバーイ。